岸優太と平野翔の秘められた絆、いじり合いの裏に隠された感動エピソード。神宮寺優太が語る平野翔と岩勇優太の裏話、友情と信頼の証。平野翔が岩勇優太をいじる理由は、一見単純なからかいに見えるかもしれませんが、その背後には深い友情と信頼があるのです。岸くんが翔くんにとって特別な存在であることは、多くのファンが感じ取っていることでしょう。 二人の関係性は、旧グループ時代から培われたものであり、騎士君が翔君に対して見せるリラックスした態度や甘え方からもそれが伺えます。翔君が騎士君をいじる姿は、単なるいじりではなく、相思相愛の証でもあります。翔君が騎士君を見つめるとき、その眼差しには愛情が溢れており、二人の間にある特別な絆を感じることができます。このような関係性は、 他のメンバーにも見られます。神宮寺雄太もまた、岸くんに対して優しい目を向けることが多く、三人の間には強い信頼関係が築かれています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが互いをいじり合う姿は、ただの仲間同士のふざけ合いではなく、深い愛情と尊敬の表現なのです。このような関係性があるからこそ、彼らのパフォーマンスには特別な魅力があり、 翔くんが岸くんをいじるタイミングを狙っている姿は、ファンにとって微笑ましい光景です。まるで念の離れた兄弟のように、2人はいつもじゃれ合っています。長い付き合いの中で築かれた信頼関係が、彼らのパフォーマンスをより一層引き立てています。翔くんが岸くんをいじるのは、ただのからかいではなく、2人の間にある深い絆と信頼の表現なのです。 他のメンバーからのいじりに対しても、二人は互いを守り合います。特に紫輝くんと神くんが岸くんを見る目はとても優しく、彼らの間にある愛情が感じられます。このような関係性があるからこそ、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは常に素晴らしいものとなり、多くのファンに支持されているのです。メンバー同士のいじり合いは、愛情と尊敬の表現であり、彼らの絆の強さを示しています。 神くんが最も落ち着いているように見える一方で、三人とも天然な部分があり、その人柄がファンに親しまれています。彼らの性格の良さが、ビジュアルやダンス、歌のうまさだけでなく、ナンバーアンダーライン愛が多くのファンに愛される理由の一つとなっています。騎士くんは、かっこいいと言われるよりも面白いと思われたいという思いが強く、そのためにいじられることを楽しんでいるようです。翔くんが騎士くんをいじるのも、 彼の優しさや器の大きさを引き出すためであり、その結果として岸くんの愛されキャラが確立されています。二人の関係性は、ただの仲間同士のふざけ合いではなく、深い信頼と尊敬に基づいたものなのです。三人が仲良くなかったら、厳しい芸能界での活動は辛いものになっていたかもしれません。しかし、彼らはお互いを尊敬し合い、信頼し合っているからこそ、 ナンバーアンダーラインアイとしての活動を続けることができるのです。翔く君が岸く君をいじるのも、彼を頼りにしているからこそであり、岸く君もそれを嫌だとは思っていません。むしろ、それを楽しんでいるのです。岸く君は人たらしであり、誰もが彼を好きになる魅力を持っています。そのため、メンバーたちも彼をいじることが多いのです。岸く君は頭の回転が速く、 いじられても良い反応を返してくれるため、プロ意識の高さが感じられます。翔くんと神くんが岸くんを大好きで信頼しているからこそ、三人の関係性は強固なものとなり、その絆が彼らのパフォーマンスに表れているのです。岸くんがいじられているとき、翔くんはいつもにこにこしており、それが二人の関係性の深さを物語っています。岸くんは、かっこいいよりも面白いと言われたいという思いがあり、 そのためにいじられることを楽しんでいます。これが彼のプロ意識の高さであり、彼の魅力の一つなのです。翔くんが岸くんのトーク中に顔を向けてじっと見つめている姿は、とても愛おしいものです。時には何を言うのか心配そうな顔をしたり、突っ込みどころを見逃さずに突っ込んだりする姿は、二人の間にある特別な絆を感じさせます。岸くんが一人でトークをするのは苦手かもしれませんが、 翔くんがいることで安心感があり、二人のトークはほんわかとした愛を感じるものとなるのです。翔くんが騎士くんをいじるのは、ただのからかいではなく、二人の間にある深い絆と信頼の表現なのです。騎士くんはそれを嫌だとは思っておらず、むしろそれを楽しんでいるのです。彼の優しさや器の大きさが、翔くんの突っ込みによって引き出され、愛されキャラとしての地位を確立しているのです。 三人の関係性がなければ、厳しい芸能界での活動はつらいものになっていたかもしれません。しかし、彼らはお互いを尊敬し合い、信頼し合っているからこそ、ナンバーアンダーラインアイとしての活動を続けることができるのです。翔くんが岸くんをいじるのも、彼を頼りにしているからこそであり、岸くんもそれを嫌だとは思っていません。むしろ、それを楽しんでいるのです。岸くんは人たらしであり、 誰もが彼をを好きになる魅力を持っていますそのためメンバーたちも彼をいじることが多いのです岸君は頭の回転が速くいじられても良い反応を返してくれるためプロ意識の高さが感じられます翔君と神君が岸君を大好きで信頼しているからこそ三人の関係性は強固なものとなりその絆が彼らのパフォーマンスに表れているのです岸君がいじられているとき 翔くんはいつもにこにこしており、それが二人の関係性の深さを物語っています。騎士くんは、かっこいいよりも面白いと言われたいという思いがあり、そのためにいじられることを楽しんでいます。これが彼のプロ意識の高さであり、彼の魅力の一つなのです。翔くんが騎士くんのトーク中に顔を向けてじっと見つめている姿は、とても愛おしいものです。時には何を言うのか心配そうな顔をしたり、 突っ込みどころを見逃さずに突っ込んだりする姿は、二人の間にある特別な絆を感じさせます。岸くんが一人でトークをするのは苦手かもしれませんが、翔くんがいることで安心感があり、二人のトークはほんわかとした愛を感じるものとなるのです。翔くんが岸くんをいじるのは、ただのからかいではなく、二人の間にある深い絆と信頼の表現なのです。岸くんはそれを嫌だとは思っておらず、 むししろそれを楽しんででいるのです彼の優しさや器の大きさが将軍のツッコミによって引き出され愛されキャラとしての地位を確立しているのです三人の関係性がなければ厳しい芸能界での活動はつらいものになっていたかもしれませんしかし彼らはお互いを尊敬し合い信頼し合っているからこそナンバーアンダーラインアイとしての活動を続けることができるのです 翔君が騎士君をいじるのも、彼を頼りにしているからこそであり、騎士君もそれを嫌だとは思っていません。むしろ、それを楽しんでいるのです。騎士君は人たらしであり、誰もが彼を好きになる魅力を持っています。そのため、メンバーたちも彼をいじることが多いのです。騎士君は頭の回転が速く、いじられても良い反応を返してくれるため、プロ意識の高さが感じられます。 翔くんと神くんが岸くんを大好きで信頼しているからこそ、三人の関係性は強固なものとなり、その絆が彼らのパフォーマンスに表れているのです。岸くんがいじられているとき、翔くんはいつもにこにこしており、それが二人の関係性の深さを物語っています。岸くんは、かっこいいよりも面白いと言われたいという思いがあり、そのためにいじられることを楽しんでいます。これが彼のプロ意識の高さであり、 彼ののの魅力の一つなので翔く君が岸士君のトーク中に顔を向けてじっと見つめている姿はとても愛おしいものです。時には何を言うのか心配そうな顔をしたり突っ込みどころを見逃さずに突っ込んだりする姿は二人の間にある特別な絆を感じさせます。岸士君が一人でトークをするのは苦手かもしれませんが翔君がいることで安心感があり 二人のトークは本かとした愛を感じるものとなるのです。